それでは時間が回りましたので始めさせていただきたいと思います。今日は皆様、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。4月から施行されます生活困窮者自立支援法ですね。さっきもちょっと会議の中、向こうでの会議の中で、メッセージだけでこの法だけでは何かができるわけではないということなんですけど、このタイトルにもあるようにこの法をどういうふうに活用できるかということは自治体と、官民共同での、取り組みの、可能性にかかっていると思われるということで、今日は、安市でモデル事業ともいえるようなですね、縦割りの行政をつないでいくような、横につないでいくような素晴らしい取り組みをされている安市の庄司さんのお話。はい、皆さんこんにちは。私は滋賀県から参りました安市役所の市民生活相談課で、相談業務を担当してます庄司と言います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマの生活困窮者自立支援法、この法律を聞いたことあるよという方ちょっと手を挙げていただけますか。はい、ありがとうございます。半分ぐらいの方がご存知ということで、要はこの法律は何かというと、困っている人をみんなで助ける仕組みを作る、そういった法律です。中身は空っぽで、それは今日お越しの皆さんが一緒に考えてね、作り上げていく、そういった法律なんです。で、この法律が成立した一番の大きな意味というのは、今日皆さんがここに参加されていることなんです。今までこうした生活困窮者の支援ってどうだろうとか、どうしてこういうことが必要だろうとか、いうことのシンポジウムとかセミナーとか集まりとか、そうそうなかったですよね。でもこの法律が、できていく過程の中で、全国で一緒でみんなで考えていこうと。で、成立してからもみんなでね、どんな地域を作っていこうかということを考えて、集まって意見を出し合ってする。これがこの法律の一番の意味なんです。で、ぜひとも今日はね、皆さんが後でワークショップをする中で、交流いただきたい。参加されて、お隣の方、後ろの方、横の方と名刺交換、お友達になって、そしてどんどんネットワークを作って、困っている方々の手伝いをしていく、そんな地域はどうしたらいいかということを、本当にこう、作っていくネットワークにしていただきたいと思います。それが一番のこの法律の願いであって、望みなんです。で、実はこの法律が、当時、できていく過程の中で、生活保護、という法律があって、この法律の改正をしようと、基準を引き下げていこうというような動きがあったんです。で、それが出たときに、当時、厚生労働省の援護局長の山崎史郎さんという方が、まずは、じゃあ、生活困窮者のお手伝い、ここを支援する仕組みがないじゃないかと、これを作ろうというので、まず考えたんです。で、白羽の矢が上がったのが、今、生活困窮者自立支援室の室長である熊木さん。で、本当にね、当初、厚生労働省では、この法律がどうなんていうことは、全く想像もしてなかったそうです。どうせこんなんね、通らないだろうと、国会に上がることすらできないんじゃないかと言われていたそうです。で、私も初めて統括委員会といって、この法律を検討する委員会に、ひょんなことから呼ばれまして、24年、25年と言ってきました。初めての会議の時に、山崎さんがね、真正面に座ってはったんです。で、私、本当信じられなくてね。だって、行政が、自治体が、相談窓口を全国に作るんだ、というような法律なんですね。今まで行政っていうのは、相談っていうことに対して、軽んじてるんです。多くの、いろんな相談窓口に配置されている方々は、臨時の人とかね、嘱託の、相談員さんとか、重要な施策として、なかなか相談業務というのを捉えてこなかったんですね。でも、そこに初めて国が法律を作って予算をつけると。細かいなと思ってね。で、私、初めての会議の時に言うたんです。一番最初に出会われて、本当に本気で国はこの法律を作るつもりかと、おつもりかと、教えていただきたいと。そうしたら、当時の山崎部長が、本気だと。覚悟の上でやると。で、言われたので、じゃあ、進んでみようと思いました。この法律は、国が作った法律じゃないんです。現場の願いが込められて、現場から作り上げていった法律。だからこそ、
今日お越しの皆さんがこれからどんな中にしていくかということを考えていくような、今日の機会にしていただきたいなと思います。じゃあちょっと今からの安の飛び込みの方についてちょっとだけねお説明していきます。はい、実は安のゆるキャラ道楽校と言います。この道楽校知ってるという方ちょっと手を挙げていただけますか。あ、ということはネタがバレてることですね。ちょっと我慢しちゃってくださいね。はい、やすは、道楽校ったら日本一大きなのが掘れたというのをモチーフにしたアイなキャラなんです。で、身長が195センチで、ちょっとまだ中身の人間によって変わってきています。まあ、特技は筋肉トレーニングということで、なんと、ゆるキャラ全国運動会部2、マラソンとね、相撲で1、ダンスで3位というね、総合優勝を V2 してます。簡単なんですよ。手足は人間なんですね。はい。で、あくまでフィクションです。本人がいます。で、ピカピカの妻と、そして3人の子供。まあ、こういったフィクションの設定です。はい。これね、親族写真なんですね。実は24個一緒に掘れたんです。で、これを親族にしてて、まあまあ、こんな仲間なんです。まあ、どうでもいい話ですが。で、ある日、市役所から手紙が来ます。給食費払ってよ、学校休暇。水道料金払ってよ、上下水道課。市営住宅払ってよ、住宅課。そして、国民健康保険税、非常事態払ってよ、納税推進課。市役所に、払わなければならないお金というのは、それぞれの担当課からバラバラにやってくるので、いろんなものを滞納している市民さんというのはもうどこに何があるかわからない、こんな状況です。で、ちょっと見えますかね、黄色い、一番下の方の納税推進室というところを出している黄色いチラシが入っています。これが今日皆さんお手元の資料の一番最後のページ。一番最後のページね。両面でこれを一枚のチラシにしてます。これを、まあ、多重債務は必ず解決しますよというのを入れた上で、こういう督促通知と一緒に入れさせていただいてます。で、まあ、これを見た動脈君。これがいわゆる、本物の、キャラの動脈ですね。横からチャッと見た。で、ちょうどこれが市民生活相談課の待ち合わせになります。で、相談者の方というのは、こう、滞納していてもなかなか相談にすることできないですよね。やっぱり怖い、怒られないかなと。で、やっと勇気を出して、納税推進室の窓口に行きました。なぜここに行ったかというと、さっき見ていただいたような、こう、チラシがね、一緒に入っていたから、ちょっとね、相談できるかなと思って行きました。で、うちは相談に来ていただくと、こういう半個室の相談ブースがあります。で、ここでご案内をさせてもらって、丁寧にお話を聞いていきます。まあ、市民さんはね、とても不安がられるので、で、これは納税推進室の北村君。今ちょっとね、共同推進が移動してますが、道楽君ね、軽自動車税と国民健康保険税が滞納になってます。そうすると、大概の相談者起こりますね。税の納税推進の方で、税の、まあ、納税、の、納相談していくと、やっぱ払えないのに、なんでそんなこと言うんだということで、やっぱり皆さん怒られます。で、この道楽君もね、おかげさまで病院に行けないです。なぜかというと、資格証明書になってしまっているから、長く国民健康保険税を払わないと、その段階で医療機関の窓口に行くと、一旦10割でね、払わなければならない資格証明書という交付になってしまいます。で、道楽君もその証明書になっていた。で、実は安は、人口5万人の町です。で、今、保険年金課の方の調査で、資格証明書になっている世帯が約100世帯あるんですね。で、今、資格証明書プロジェクトを立ち上げまして、の保険年金課から一斉にこの100世帯に対してお手紙を送ってもらってます。それは、市役所に相談に来てくれたら、相談してくれることを条件に短期健康保険証を渡しますよと、まずは相談に来てくださいということの、ポップ上のね、ものすごく悲しいお手紙を、行政の手紙って大体硬いでしょ、字が細かくてね、あんなんじゃなくて、本当にね、こう、飛び跳ねるようなね、ポップなお手紙で、で、ホットラインみたいな感じで、うちの電話番号を書きまして、保険年金課が送ってくれてます。で、これによって、つながってきたケースがあって、保険証がないから病院に行けない、ね、というのか、というので、ご相談に来られる。そこから、生活困窮のご相談を受けて、支援をさせてもらっているケースが、今非常に増えています。で、道楽君がもうね、今困ってますなのと、じゃあ他にもね、借金とかいろんな態度ないですかということを、納税推進の職員に聞いてもらってます。で、そこで、道楽君が困ってますということになれば、いい人紹介しましょう。ということで、職員の方が市民生活相談課の方に出向いてきて、今、
相談者が来れてるんだけども借金があるんです、一緒にね相談聞いてもらえますかという、まあ、オファーがあります。で市民生活相談課の職員が一緒にその反骨折のブースに行って相談を受けていくと、こういう流れになります。で道楽君ね、一緒に解決しましょうね、はいお願いします。でこんな簡単に言う人いないですよね。多くの方が借金があった時にその借金を債務整理、まあ、借金の解決することをとても躊躇される。それは借金をすることが長くされていると収入の一部になってしまっている、借金をしないと生活ができなくなってしまうというやっぱり恐怖感をとても持たれるんですね。であなたの生活財源には債務整理、借金を解決することがとても大事ですよということを説得、これがとてもお時間かかります。でもとても大事な時間、本人さんが自分の借金をねちゃんと解決したいんだと、ちゃんとその理由を分かった上で、ここの支援に入っていかないとここは絶対できないです。でこのお時間を非常にかけてさせてもらってます。で道楽君が分かりました、じゃあ僕ね借金解決しますということを言ってくれたら、やっているのは個人情報の同意書というのを取らせていただきます。それは今日皆さんのお手元の安の資料の後ろから3枚目ですね、後ろから3枚目の資料になります。こういった資料です。でこのね、左側の一番下のところに同意欄というのを作ってまして、ここで生活困窮状態の解消と生活再建の目的のために限り、こうした支援をしていきますよと、この委員の中で個人情報を共有していきますよと。で知り得た情報についてはこれから支援をしていただく弁護士や司法書士、ハローワーク、社協さんに提供することについて同意をしてくださいというような同意書になっています。で今までこの同意書を取って、嫌だと言われた方はないです。なぜかというと相談の時に、この同意書を先に取ってもらうんじゃないんですね。先ほどお話ししたようにあなたの生活再建のためには一緒にいろんな問題を解決していくことが大切ですよというお話をしているので、そこに理解をしていただいた上でこの同意書にサインをいただいています。じゃあこの、ね、同意書を取って何をするのと、で例えば市の、抱える債権、市役所に払わなくちゃいけないものというのは、例えば給食費があったり水道料金があったり家賃があったりします。こういったところでチームで情報の共有化、例えば今回の道楽君は納税推進室で税の滞納が分かったけれども、他にも給食費とかね、水道とか、そういうことを勝手に調べることはできないです。そこで同意を取った上で、こちら側で情報を調べ、その調べた情報をチームで共有します。そしてその情報について、これから支援をいただく法律家や社協さん、そういうところに対して第三者提供、情報をお伝えしていただく、させていただくと、こういったかなり効果的な同意書を取らせてもらっています。で、もっと聞き取りしましょうと、どんたくくんね、給食費の滞納あるね、さっきね、わかりましたと、もう大体、困窮されている方は何があるかもわからなくなっておりますんでね。で、その時に、こちらが何をするかというと、いろんな部署に行って、今、どんたくくんの状況をお話しして、説明して、これから支援をするので、協力くださいと。単に、滞納情報だけを調べるのではなくて、道楽君の状況を伝えて、そしてお話をし、一緒に支援をしてもらうようにしています。で、やるのは、一旦滞納している請求については止めます。バラバラにね、相談したにもかかわらず、その後も請求をされてしまうと落ち着き感ないですよね。うち関西人なんで、相談したのに何のメリットもないやんっていうので、やっぱりみんなに引いてしまうんです。そんなの相談したいから、だからね、やっぱりお得なことないと、やっぱり相談者としても納得いかない。あなたがちゃんと正直に相談してくれて、一緒にやろうよっていうことを、一緒にね、考えたんであれば、この納税なり含めた滞納請求を一旦止めて、一括化していきます。で、もっと聞き取りをしていきます。どんなことね、家族の人どうと、例えばここで子供さんがいたら学校にちゃんと行けてますか、親御さんがいたら介護が必要なお母さんがいたらちゃんと介護サービス受けてますか、妻は元気ですか、ちゃんと夜は眠れてますか、いろんなことを聞き取りをしていってます。でどんなこと、実は妻がね抑え込んで元気ないんですね、じゃあ心配ですね、でそういうことも聞き取りする。でそこで課題の整理をしていくんです。で、税金の滞納や給食費も払えない、借金もある、収入も低下して妻を持つ状態、生活費もないし、家計も見直さなくちゃいけない。で、困窮されていて、生活に非常に困っている方というのは、時間的な余裕もないし、心の余裕もない。
今自分は何に困っていて、どんな状況なのかというのをゆっくり時間をかけてね、整理する時間ではないんです。それをこういう相談を通じることによって、今、道卓君は何に困っていて、どういうことが課題だということを一緒に考えながら整理する。この時間というのはとっても大事なんですね。相談というのは聞き取りをすることだけが相談ではなくて、本人さん自身も自分の状況をちゃんと理解をしていく、その大切な時間だろうと思っています。で、こういった課題を整理した上で、あ、これは今回の生活困窮者 GCN 法に位置づけられる相談窓口がちゃんと支援をね、していく必要性がありますね、ということを判定して、そして支援に入ります。で、ちょっと待ったと。まずこういったいろんな課題がある前に、家賃を滞納してたら家を出ていかなくちゃいけなくなるし、食料もないと。そういう時に、うちは実は食料支援してるんですね。で、私も公務員なので、なかなかいろんなところに行った時に、まあ報酬とかおっしゃるんだけれども、公務員だから受け取るわけにいかない。その時に代わりにお米をもらったりね、缶詰もらったり、まあそういうようなこともさせてもらってます。で、こういうのをスタッフしていて、相談を受けていただくことを条件に、まあ3日分ぐらいのね、お食料を渡させてもらう。で、今ね、だいぶ広がってきていて、地域にある農家さんがね、お米を寄付しますとかね、野菜寄付しますとか、缶詰あります、ラーメン160食ありますとかね、こういうのがいっぱい出てきていて、今非常に循環になってきてます。で、このパーポを作ってるのは、棒みたいなね、職員です。まあまあ、ちょっと上手に、しています。で、あとね、住宅の手当というのがあって、まあ、家を追い出されそうな方については、6ヶ月間、来週は9ヶ月間、家賃相当分、まあ、生活保護の基準が上限になりますが、これをもらえる制度があるんですね。こういうのにもつながさせてもらったりとか、あ、手前がね、市営住宅で、奥が県住宅なんです。まあ、ちょっとこれもどうでもいいですけど。で、これでみんなでね、プランを検討するんです。これがうちの、ね、やり方なんです。みんなで知恵を出し合いましょうと。みんなでね、おせっかいをして、ああでもない、こうでもないって言いながら、みんなで考えていきましょうと。こういうことをやります。で、さっきね、給食費払ってよって言ってた学校教科の山田さんが、ああ、どんたくくんね、そんなに大変だったら、就学援助申請、こういうことがありますよってことを教えていく。で、横で聞いていた納税推進室の職員が、あ、そっか、それがあったなと。そうすると次回から納税の相談を受けているときに子供さんがいて給食に払えないというのが分かればダイレクトにつなぐことができますのでね、こういうことをしていく。で、先ほどのいろんな課題に合わせてつないだ期間です。で、サービスと。これ見ていただいたらお分かりのように赤いところ、市民生活相談課、うちの課がやったのは一番上の食料だけなんですね。あとは全部他の部署の制度で他の部署の支援を受けてます。一つの部署、一つの機関だけがね、いくらやろうと思ってもダメで、こうした様々な部署、様々な機関、地域、それこそ、弁護士、司法書士や、安ワーク、社協さん、本当にいろんなところと力を合わせてやらないと支援するのはできないです。で、まあ、家計相談もね、うちさせていただいて、あ、この山本さんっていう方が社会福祉協議会の方で、うちは家計相談を委託をしていて、一緒にね、場所で一体的に立地をしてるんですが、あ、あちらじゃないですよ。手前の方の方ですからね。はい。で、借金制です。これについても、うちは、法テラスとか弁護士会、司法書士会につなぐではなくて、ダイレクトに連携する先生の方につながせてもらってます。大体弁護士5、司法書士5事務所ぐらいの方とさせてもらっていて、先生は必ず面談をし、受任をし、そして、履歴を取り寄せて、正しい金額、これからどんな方針になるかというのをね、ちゃんと連絡をくれるんです。で、そうした中で、相談員には言えなくても、先生に言えることがあります。で、先生の方から、実はね、どうだ、僕は何で言って仕事が減ったと困ってたよ、という連絡が来る。これ、バックショットのゆるキャラ登録ですね。で、こちらが紹介するのが、ヤスワークと言いまして、市役所にハローワークの機能を持ってきました。で、うち、ハローワークまでね、駅で3つぐらい先にならないといけないので、市役所の中に置いたんですね。全く同じ端末機と。で、ヤスワークというのは何かというと、就労支援をする市役所と、ハローワークと生活を支援をする市役所が一体的に実地をしていくと、こういうシステムです。で、こちらについては大体4人で、ハローワークから派遣をされている、就職ナビゲーターという人と、うちの相談員、そして相談者についているケースワーカーであったりとか、母子相談員さんであったりとか、大体4人でね、こうして一緒にご相談を受けています。例えば、仕事は自分はできないんです。お母さんの介護は大変なんですというのをよく聞くと、じゃあお母さんの介護プランをちゃんと見直して、それですることによって、ちゃんとその方がね、社会参加、お仕事ができるようになったりもする。
5080問題といって、母親、父親の介護が原因で介護離職をする相談が非常に多いんでね、こういった状況の中身も聞いていって、就職だけを進むのではなくて、その方の抱える家族の問題を解決することで、まあ、就職支援とかさせてもらっています。で、これもね、スーツとか服はない方多いんですね、困窮されている方。で、うちの方で全部寄付で集めた、スーツとか服なんです。で、これを、まあ、その方に、まあ、貸させていただいて、来ていってもらいます。で、例えば、就職支援をする中で、納税の方で滞納していると、税金滞納していると、でも実は話を聞くと、仕事がないです。そうすると安ワークの方につないでいただいて、こうしたワンストップでご相談をさせてもらっていると。で、今日一番言いたいことはこれです。先ほど見ていただいたように、一人の相談、一つの窓口、一つの部署で相談支援とはできないです。本当に市役所、全員が、皆が、こうした困っている市民さんのために、市役所がちゃんと協力して、お手伝いするんだよ、ということを職員全員が理解すること。それと、地域の方々に、生活困窮者の支援というのは、この地域づくりする中で、とても大切なことであって、皆さんに共感を持っていただくこと、これをどう取り進めていくか、ここのところは一番大事なんだろうな、と思っています。はい、面接の結果、道田君は無事、道田博物館に就職したという、ちょっとめちゃくちゃ、ベタなうちで申し訳ないんですが、はい、ちょっと今日は20分ということですので、一旦、ここで報告を終わらせていただきます。まあ、とにかく一番今日私が言いたかったのは、一人でやるのではありません。本当に地域の方々と、ここの、豊橋市ではどんな支援のやり方がいいんだろう、どんなふうにみんなで力を合わせてやれるんだろうということを、ぜひともこの場の後のワークショップで一緒に考えていければと思いますので、私も一緒に勉強させてください。今日はどうもありがとうございました。